バルデマール・ビル・イエルソンは、フォルクング・アサ最初のスウェーデンを。バルデマールは、フォルクング家のビル・イエル・ヤールとインゲボリ・エリクス・ドッテルの間に生まれた。母方のおじエリク11世以下の1248年から、バルデマールの時代にかけて、ビル・イエル・ヤールが摂政として事実上スウェーデンを支配していた。母・インゲボリは、エリク10世とデンマーク王の娘の間の王女だった。 1250年にエリク11世が死去すると、バルデマールはスウェーデン王に選ばれた。しかし国勢は完全に父ビル・イエル・ヤールに握られていた。ビル・イエル・ヤールが1266年に死去すると、今度は弟のセーデルマンランド王マグヌス・ビル・イエルソンとの王位をめぐる争いが起こる。1260年、バルデマール1世は、 デンマーク王英陸四世の長女ソフィアと結婚した。一方でその妹のユッタとも関係を持っており、彼女は1272年にスウェーデンに渡り王の愛人となった。しかし、ローマ教皇に波紋をちらつかされ、翌1273年にはユッタを修道院に送り、社名を買うためローマ巡礼せざるを得なくなった。1275年6月14日、 バルデマール一世は、ホバの戦いで、弟マグヌスに敗れ、王位を奪われた。マグヌスは、兄弟のスモーランド公エリク・ビルギルソンやデンマーク王、エリク五世の支援を受け、デンマーク人の戦士を率いていた。マグヌスは、マグヌス三世として即位した。1277年、妻のソフィアは、祖国デンマークへ帰された。同年、バルデマールは、 イエータランドを手に入れようと試みイエータランド公を名乗ったが、翌年にマグヌス三世に奪還された。1288年、マグヌス三世によって、ニーシャピン城に軟禁されたが環境は悪くなく、バルデマールはそこで公然と愛人を囲って1302年に死去するまでの余生を送った。バルデマールは、ソフィアと1260年に結婚し6人の子供を設けたが、 1277年に離婚した。インゲボー・ホルシュタイン公ゲルハルト2世妃エリク・マリーナ・ディープ・ホールツハクルドルフ・ヒリキッサ、ポーランド・オープ・シェミス2世妃カタリーナ・マルガレータ、修道女。ありがとうございます。